横浜中華街食べ歩きということでやってまいりました。本日よ神奈川県は横浜、はいはい、いやこれなんで来てるんですか。これはですね、はい、なんと2人で歌ってみたの撮影を、歌ってみた、ね、そうなんですね。とある、某曲をね某曲のね、はい、はい、やつをやってて、じゃあ早速この正面入り口から、はい、入ってきて、このすぐ右に入ったこちら、王毅将軍王朝、ここ知ってます？王毅将軍、ここもし王毅将軍がももクロのねココナッツを歌ったらですね、今北京ダックですね、北京ダック、2分の1話でも買えますかね。美味しそう、食べたい。あーちゃん最近どうですか。あーちゃん最近声ガラガラです。声ガラガラでなんか肌もブツブツになって泣いてるよね。うん、ブツブツじゃないよ、もうブツブツじゃない、あの治ってきてる、治ってる、完全に治ってる。ジンマシンだったの。そうだから、そういうのでちょっとあーちゃんの機嫌がまあ4年に1回来る、災害レベル鬼の不機嫌、それ全員に当たりました。全員にちょっと八つ当たりしまして、ちょっと、あーちゃんのイローゼがあーちゃんの中で、あーちゃんの周りでちょっと発生していたんですけど、最近はまあちょっと落ち着いたかなと。はい、お騒がせしました、はい、で今はあのアドのあの曲を歌いすぎて声がガラガラっていう。そうです、ショーね、やーって言ったらもうこうなりました。なんでそんななるまでに歌っちゃうの。あのカラオケの家のカラオケの履歴見たけど、あればっかりだったよ。そんくらい本気だってこと。天国大魔教の、そうだね、誰も彼もどこも何も知らない、うん、あれをさっきあの横浜中華街の近くのちょっと廃墟っぽいところで、うん、撮影しがてらこう来たよと。そう、昼飯で。そう、しかも今日平日だから子供がいないから、ね、めっちゃいい、ちょうど2人、はい、めっちゃいいって言ったら、まあ、子供いるとね、ほんと撮影はちょっと難しくなっちゃうんで、これはちょうどいい機会でしたね。え、待って、こういうの何？見てあれ、頼みな、見てあれ、頼んでいいよ、ラーメンみたいなやつ、これ中、中っていう技もあるの。そこがいい、もうここで食べる、うん、中の中だってお腹すいたから。あ、でも食べ歩きイエーイの始まりの感じはもうなくなった。確かに食べ歩きって始まってるからね。この北京ダック1個食べればまだ感じ。そうね、一旦1個食べさせた、そしたら食べマシになる、はい、OK、 それでいこう。あーちゃん食べ歩きだから北京ダックあの2分の1はちょっとガブガブ食べながらこう楽しく回るっていうのはどうですか。あー、いいね、許可おりました、申請おりました、ありがとうございます。本来ね、あの市役所にまずあーちゃんにご依頼書っていう、ね、やつを出して、ちゃんと住民票とかも確認してからじゃないとあーちゃんへのお願いって受理されないんで、普段どんだけあーちゃん最悪な嫁なの。まあ今無栄翔呪文みたいなもんですよね。推奨されているならば俺は酒を飲む。あーちゃんは飲まない、コカ・コーラを飲む。まあ俺骨折してからね、ちょっとグレちゃって、まあ、お酒の量がめっちゃ増えたっていうやつがありまして、まあそんななんかズブズブっていうわけじゃないけど、1日1杯ぐらい普通に昼飲むっていう技を最近覚えた。確かに、うくん酒好きだよね。うん、好きで来た。北京ダック巻き3、青島ビール1、はい、青島ビール1本。絶対にあーちゃんが先食べる。こんなちっちゃくてもう食べていい、もう食べるよ、いただきます。これ何、青島ビール、もうモサモサ食ってんだけど、勝手にね。あ、あとで、はい、いや、じゃあちょっと来ました、買ってきました、あ、美味しいっていう2人でやるのよ、それ、ね、モサモサ食うな、そんなすぐ。どう、うまー、よかったです、美味しい、これデレうめえわ、デレうめえ。なんかドライヤーのアタッチメントみたいじゃない。あー、ダイソンのね。そう、確かに、いただきます、いただきます。うん、弾けた、噛んだ瞬間喉の奥にバーン
ちょうどいい、ちょうどいい厚さ。汁がノード、ちょうどノードチンコに当たった。うん、大丈夫。もう一個あるよ。アウト。うわ。もったいない。その汁。うまい。もうスピードすごくない？俺らの食べ歩きのスピードすごくない？バババババババーンじゃん。歩いてほしいの。さっきそこ。え、もうここら辺だけでお腹いっぱいになりそうだ。うん。もう次の店も入りそうだなって。あ、次、あそこ龍のひげってやつあったんですけど、龍のひげ食べたい。おお、行こう行こう行こう。いや、小籠包まだ来てないって。え、小籠包がまだ来てないの。これめちゃめちゃ熱いと思う。よく、はい、フカヒレ小籠包です。え、やばい、焼いてある後ろが。これこれ、ちょっと、うわ、汁これ、ほら、おお、こういうことだよね。こういうことだもんね。これもうってことだよね。熱そう、熱そう、大丈夫。よし。熱い。うわ、うまっ。あ、汁うまっ。もう汁汁、これもう飲む飲む飲む、最初飲む。うん。うまっ。うまっ。あ、顔近っ。あ、顔近いな。ちょ、邪魔。邪魔。フークのメガネが邪魔。熱っ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 。新しいダチョウクラブのゲートしていけるぐらい。熱っ。あ、びっくりした。ごめんね。マジで熱い、やばい。わは。わは。わは。あわ。ただや。あわは。あわはわは。食べることが不可能。熱っ。龍のひげっていうね。これ実はなんか東海の面宿で一緒にイメオレと作ったことあるんだけど。いや全然こんなうまくいかない。これもプロ、プロ、プロ技。え、これ何？お餅？お餅ではない、甘いもの。へえ。アーモンド。アーモンド。はい。そうですね。白い粉はトウモロコシの粉で、うん、ずっと。へえ、トウモロコシの粉なんだ。そうです。これをいっぱい折って重ねて超細い、これ見て、このこういう、うん、超細い状態する。へえ、うわ、すげえ。一本ですね、うん、こうすると2本。じゃあいいですね。こうすると4ですね。4本。じゃあこのようにいきます。そしてじゃあ 4-4 は8。 8。 じゃあ 8+8 は16。 16。 これは32。 32、もう32本。すっげえ。64本。64、もう128。うん、256。もうすごい極細だ。はい、え、早っ。552。こんな早くできるんだ。1024本。1024でも。これパワーやばい。1000。うわ。1000のこれこの。うわ。細っ。これ最後何本までいく？まだです。これ D 線。D 線48ですね。うわ。次は4000。4096。4096。8192。次で16000です。うお。そんな。これで16000。16000本。うわ。うわ。やば。髪の毛やん。髪の毛以上。髪の毛よりちょっと細いんですね。髪の毛より細い。ちょっとで、これがなんやかんや。うん。開けた。ちょっと開けた。うわ。すごい。ブリーチした毛ぐらい細い。なのでちょっと口の中に入れちゃうと、うん、うわ、すごい。それをちょっとその中にアーモンドかピーナッツを入れて、ということを回したのが、いうヒゲとなります。いやー、すごい。食べたい食べたい、今もう食べよう。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな見せていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、来ました来ました。はい、さっき見た龍のひげ、龍のひげ、アーモンド味。正直に感想を言うんでね、見た目はもう素晴らしいです。はい、行きます。食べてください。すげえ、カイコの眉だ。食べてみます。いただきます。行こう。うん、うまっ。うわ、いっと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 、うわ、うん、いいぞ。糸がすごい、糸がこれほんもわーってなる。ほんもわーってわもはーってなる。あ、うまいうまいうまい。アーモンドうまい、アーモンドうまい、うん、アーモンド来た来た来た。甘くていい、甘くていい、うん、あ、ピーナッツうまい、アーモンドうまい。あ、もう口の中でもう糸が収束して一つの飴になった。うん、うん、すごい。この食感はこれしかないね。ふうくんすごいね。あーちゃんしか言えなかった今。なにこれ、マジで食べたことないもの。いやでもなんかすごいわ。これはこれにしか出せない食感があるわ。なにこれって感じじゃない。まあでも味は最終的には普通に美味しいお菓子ね。最初の食感がねすごい、すごい。よし、じゃああとラスト1個ぐらい買ってもう試食ですから、ね、うん。進んだ距離こちら今 100m も進んでないぐらい。うん、それでいい。じゃあ 100m 食べ歩きもうちょっとで終わるんで、あの辺でなんか買いましょう。はーい。ランチ漏れそう、ランチ漏れそう。いただきます。シシジャージーパイです。あ、順序が全部逆になった。ガブいただきます。シシダジーパイです。逆になってた。あーちゃんうんこしたいのねえ。何、食べ歩きじゃないの。あ、だって食べたらすぐうんちしたくなるじゃん。おや、俺のヘで。あ、ちょっと。じゃあトントンで。これめっちゃうまい普通に。そう、食べたい。一口おー、この大きさすごくない？うまい。このバーガー欲しいもん。確かに。この薄さ、この薄さがうまいわ。あっつ。ここ。え？出てる。あーちゃん、何してんの？とんでもないでかいの来た。すごいねこれ。もうすごい。飾りたいもん家に。すごい。かっこいい。はい。いただきます。さあ、スプラトゥーンにハマっているあーちゃん。うわ、あ、むずっ。どう？うまい。吐くー。ねえ、あーちゃん今日食レポ熱いしか言ってなくない？ねえ、何してんの？あー暑いしか言ってないし、今うんこしたいんでしょ。どういうこと、あーちゃん。なんで暑いしか言ってないから。味けうんこでしょ。味、いや違う違う、うんこの感想いいから。味は味、味、味をくれ。うまはい、終了。帰ろう。